Hello! 皆さんこんにちは。今日はナルシストの方がよく使うマニピュレーション、コントロールする手口ということをお話ししたいと思います。このマニピュレーションに関しては、ナルシストの方じゃなくても結構日常で頻繁に行われていることなんですよ。例えばあなたのお母さん、小さい頃にこう言われませんでしたか？30分勉強したらおやつあげるわとか、お宿題済ませたら遊びに行っていいわよとか、ナルシストの方が使う手口で一番よく見られるものって言ったらビクティムカードだと思います。ビクティムカードというのはですね、弱い立場を利用するということなんですけど、例えばですね、何をするにも最初に言い訳がつくんですね。私うつ病だから、私かゆい例えばですね、私うつ病だからこれが必要なのって言って特権階級を求める、権利を求める。実際私が、ルームメイトのナルシストにされたマニピュレーションの一つにビクティムカードというのがあります。彼女は私うつ病だから彼が家に来ることが必要なのっていう感じで言ってきました。で、それが上等手口であって、そこをうつ病であるっていうことを、私は弱い立場なんですっていうのを情に訴えかけるのが得意なんですね。そしてそれを使ってビジネスをされている方もいますよね。それをね、なんていうかっていうの、ホームレスビジネス。ホームレスじゃ、実際にはホームレスじゃないのに、ホームレスのふりをして街に出向き、ホームレスの格好をして、犬連れてちょっと小汚い格好をして、私はお金がありませんって箱を置いて一日座っているだけで結構人からお金が入ってくるっていうビジネスなんですけれど、それはですね、行く人々の情に訴えるってことなんですよ。あ、かわいそう、この人は立場が弱い人なんだって思わせて、そこからお金をもらったりとか、簡単にそういうことができるってことなんですけど、私最近これでね、思うのが、ホームレスビジネスよりもチルドレンビジネスが最近増えてるなっていうのは少し思います。で、結局は親のアイデアなのに子供を利用してそのものを売りつけるっていう方がたくさんいらっしゃるような気がするんですよね。純粋に子供がそのものを売りつけるのであれば、私はその子供が好きでやってて親が助けてあげるっていうのすごいいいと思うんですけど、実際はやってるのは親なのに子供のことを出しにして、この子供がやってるんだ偉いと思わないかいみたいな感じでやってるビジネスが最近多いなと思って私は見ています。そしてそれに簡単にフォロフォロと簡単に騙されていく大人たち、私って汚いのかな。最近はですね、子どもビジネスに加えてウクライナかわいそうビジネスも増えてますよねなんかね、最近見たのはウクライナの、国旗の色で作ったマスクを売ってる方とかウクライナにちなんだ T シャツを売ってる方とか、そしてもちろん私は寄付をします、このお金の何パーセントはそちらの国に寄付しますって文言を言われていますけど、私はそこは汚いんですよね、心がね、すさんでるんでしょうね、信じてないです信じてないです、そんなこと。どうせビジネスでしょっていう、どうせ全部ビジネスにつながって、どうせ自分の利益しか考えてないんでしょうって思う私2つ目はですね、上司のナルシストの方が部下に行う手口でよく 見受けられるのが、あなたが小さい失敗をした時に
その小さい失敗を中箱の罪をつつくかのごとく、すごく大げさにお叱りを受けることってありませんか。そしてその上司は自分が上司であることを周りに見せつける、周りに恐怖を与える。そしてみんながみんなその上司に対してはちょっと気をつけて、ちょっと怒りに触れないように気をつけて接してしまう。それがあなたの上司が持っている恐怖政治の一環です。でそれはですね、もちろんリレーションシップになってくると DV とかそういうハラスメントとかっていうのにもつながってきます。そしてその後に起こるアメとムチっていうのにも気をつけてください。というのはですね、一旦ドンと叱ってすごく気分を落ち込ませておいて、後から陰でちょっと来て、さっきはごめんね言い過ぎたとかって言ってあなたに謝ってくるような方もいらっしゃるかもしれません。でもそれも手口の一つになってます。ということで、あなたとしてはすごいドンって落ち込んだ気持ちが、その謝られたことによって少し回復すると思うんですよ。そして結局気持ち的にはプラスマイナスゼロみたいな感じになるのかもしれないです。でも彼らはそれが手口の一つなので、その飴と鞭っていうのを使い分けるのも得意なので、騙されないようにしてください。はい、3つ目に掲げるのはフューチャーフェイキングと言いまして、将来のことをさぞかし夢があるという感じで嘘をつきます。彼らはですね、結構嘘つきなんですよ。結構ところどころで嘘をついている。その嘘をつくのは何でかっていうと、自分のことを正当化するために嘘をつくんですけど、結構いろんなことをいろんな嘘をついて他人を欺いてる人が多いです。でその結構小さい嘘だと思ってるんですけど、実はその嘘には全部正当化っていうのが隠れています。なので何でもかんでも結構あなたの心をわしづかに身にするためにいろんな嘘をついているっていうことなんです。でその一つにフューチャーフェイキング、あと10年したらすごい大金持ちになるから今はちょっと我慢しててくれねとかあと2年したら一緒に結婚してハワイに行こうとか、そういう嘘ですよね、をつくのが得意です。それをついて、その嘘をついて正当化をして、そのあなたの気持ちを、あなたの行動をコントロールするということがとても得意です。ということで、今日はナルシストが使うマニピュレーション、心理的にあなたのことを支配する行動の手口ということをお話ししました。ですね、この3つ挙げたんですけど、3つともするってわけではなくても、人それぞれまた違った手口を使ってあなたのことをコントロールすると思うんですけれども、少しでもこれってちょっと思い当たる節があるよなっていう感じで、あなたの手助けになったり、あなたのヒントになってくれたらありがたい、嬉しいなと思います。ナルシストの被害者にはならないように気をつけましょう。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。じゃあね、バイバイ。